幼樹寺は、愛知県西市下谷田町里にある浄土州西山、深草派の寺院。三号若目旧山。本尊は、阿弥陀如来。八田のお加減として、津都に知られる。毎年3月に開催される、八田のお加減幼樹寺の三門伝承によれば、806年、権蔵阿ウアジャリがこの地を訪れ、当時海であった東方の砂浜に、霊気が休み、そのせに、 ベザイテンが座っているのを見て、道を混流したという。当初は天台宗だったが、1461年に浄土宗に改修し、明空宗へ商人が道を再興して西山派となる。文明年間頃、本堂南側の墓地に、徳川家康の大場であり、平吉康夫人である八田姫が埋葬される。1602年、本寺は家康より、 事三36国を受ける。1683年建立の修郎門、1699年建立の三門、1851年建立の大本堂、江戸時代中期建立の地蔵堂など、境内には江戸期の建造物が数多く存在する。毎年、旧暦2月15日頃に行われる寝半会では、土俵に合わせて小、笛、太鼓などの還元がそうされる。 この催しは、江戸時代から、屋田のお加減として親しまれ、多くの露店が並び、参拝者で賑わう。毎年8月24日の地蔵盆には、地蔵会と呼ばれるおせがきが行われる。以下のものが文化財に指定されている。絵画などは、西尾市岩瀬文庫に帰宅されている。愛知県指定有形文化財に使用し、指定有形文化財。ありがとうございます。